江坂あたる選手です。開幕戦4対2で勝利しました。おめでとうございます。ありがとうございます。チーム開幕ゴールは狙っていないという話をしていましたけれども、リーグチーム初ゴールとなりました。決まった時はどんな気持ちだったんでしょう。自分たちのいい時間、いい流れだったんで、一発目のチャンスであえて決めれてよかったです。オルンガ選手からのボールを落ち着いて決めました。振り返っていただけますか。そこのスペースが空いてたんで、中に入らず待っていてよかったなと思います。そして江坂選手自身の2得点目、オルンガ選手、クリスティアーノ選手、そして江坂選手3人で崩したゴールとなりました。あのシーンはいかがでしょう。相手が結構前から来てたんで、裏のスペースうまく使えて、3人のコンビネーションで取れたんでよかったかなと思います。今日の試合で J1 リーグでも3人のコンビネーション輝きを放つのではと感じたんですが、自身としてはいかがですか。いいスタート切れたんで、また次の試合もこうやって、勝ちを味わいたいなと思います。改めて今シーズン江坂選手自身どんなプレーをサポーターに見せていきたいですか。今日みたいな、チーム全体で熱いプレーができれば勝てると思うので、そういうプレーを増やして、勝ちも増やしていきたいなと思います。